研の豊田です。本日は研究代表の豊田と、あと分担者の増谷さんの2人の発表をさせていただきます。で、私たちはですね、いくつかあるゲノムとかオミックスの中でフェノタイプというですね、フェノームというちょっとどうやって統合したらいいのかなっていうことがまだ確立されてないところにチャレンジさせていただきました。この3年間させていただきまして、 JST および NDBC の皆様には感謝申し上げます。で、今回このフェノームを統合することによってですね、他の先生方の課題をオーミックスのデータベースというものの価値がぐんと上がるんだということについて発表させていただきたいと思います。で、フェノーム統合データベースなんですけど、フェノタイプについては、さまざまな文献や、実験の結果のまとめたデータベース、そういったものをオントロジーを使いながら、標準化をしていきます。で、他のデータベースの、中間層の、先生方のデータベースをリンクデータとして、つなぎ合わせながら、遺伝子、バイオリソースの、データとつないでいきます。バイオリソースというのは、マウスのリソースであったり、iPS 細胞だったり、そういうその実験材料に使うものなんですが、それぞれ固有のジェネティックバックグラウンドを持ってまして、でそういったものが、どういう形でフェノタイプが出ているかというものをこうつなぎ合わせると。でこれによって、フェノタイプ情報からバイオリソースを探し出すとか、またバイオリソースがどんなフェノタイプの情報があるかというのが見つかってくると。でそのためにはこういうちょっと、つながっているものをさっと検索するための、推論検索というかつながり検索というものを、実現していくという流れです。これについてもまた詳しくご説明します。でまずその、フェノタイプ情報がなぜ必要かなんですけども、こういったフェノタイプ情報が実は蓄積していくことで、バイオリソースの利用価値というのが高まっていきます。もしバイオリソース、マウスリソースでフェノタイプの付加情報がないとすれば、リソースの名前だけで検索をして利用するという形になってしまうわけですが、こういったリソースが配布されて実験データがどんどん蓄積していくと、文献などで蓄積していくと、うまくこれを整理すればですね、そのフェノタイプの経由で研究にふさわしいリソースというのを探索することができるようになります。つまりこういったリソースの利用価値というのは、このフェノタイプの情報の質と量によって比例して増えていくと、こういったそのレバレッジを効かせていくというようなことを目指していくわけです。でちょっと具体的にじゃあどんな検索になるかというのを先にお見せしたいんですけども、まずその例えばキーワード糖尿病でマウスリソースを検索するとこうヒットしてくるわけですけど、このマウスリソースは、いろんな実験がされてて1168件の文献がある。でそのうち、524件にこの糖尿というのが、ヒットしてますと。でこれは各年次ごとの、何件このリソースに対して文献が出ているかということなんですが、その赤で示したのは糖尿にヒットしているもので、これだけ、糖尿病関連のリソースであるということが分かってきます。で私たちはなるべくそのエビデンスを見せるということで、こういった実際にヒットしたドキュメントをこう出すと、こういうのが、検査がさっとできるように、キーワードに基づいてヒットした、文献経由でマウスを一発でこう探せるというような形に、してあります。でこのリソース探しというのは、ちょっともっとピンときやすい例で言うと、研究者、研究者も一つのバイオリソースなんですけども、研究者のリソースでその人が書いたフェノタイプ、文献というものが研究者の能力を表すとすればですね、こういった、例えばネイチャーニューロサイエンスというキーワードでヒットすると、こういう、研究者リソースが見つかってきて、こういう人に、レビューを頼めばいいとか、そういうことを、探し出すので、そういったことがこうさっと出てくる。割とその人っていうのはこうリソース探しを結構やってて、フェノタイプ経由でリソースを探しているんだと。で、これはちょっと研究者の例は理研の周辺のちょっと人だけで全員入ってないんですけども、これは研究者の人たちにレビューを頼むときにちょっと使われているシステムになっております。でまたもうちょっとそのマニアックな検索でさらに、もうちょっとつながりの深い検索というのができて、例えば生薬でアシュワガンダというですね、これちょっとサプリメントの中に入っているものをキーワードとして投げると、そのキーワードがある文献に記載されているマウスのリストが出てくるけど、3つぐらいしか出てこなくて、でさらにこうつなげようとしてですね、このキーワードが文献に書いてあるんだけど、その、この生薬成分がカタラーゼを増加させるという論文があって、でカタラーゼに行ってそのカタラーゼの変異マウスが出てくると、こういうような形で、例えばこういうマウスリソースを実験に使ったらどうですかっていうのが、
まあ、提案されてくると。でこういった、まあ、あのことは人間がなかなかこうパッと思いつかないものを、まあ、つながり検索でサポートしてくれると。でまたこのフェノム情報っていうのは別にバイオリソースに限らず他のリソース、まあ、これはあの化合物リソースで金谷先生のナップサックの例なんですけど、多動性行動障害というキーワードで、まあ、文献経由で、こういった、化合物タイプが、まあ、ヒットしてくると、まあ、こういう形で、他の階層の、データベースというのの、価値も、増していくんだと。じゃあこういったものがあのどういうふうに実現されているかということを段階を追って説明していきたいと思います。まずフェノームの統合プラットフォームなんですが、まずはじめにそのフェノタイプを定義すると。で定義に基づいて、統合する。で統合したものをこ うまくつないで、さっきね解釈してデータを共有すると。でまずその定義なんですが、まあ、難しいのはですね、フェノタイプの記述対象っていうのは非常に自由度が高くて、例えば生物の階層性っていうのがあって、まあ、個体レベル、臓器レベル、分子レベル、あの細胞レベルとか、でまた遺伝的な多様性が、まあ、あると。生物 種の違いやエピゲノムや遺伝子変異とか、環境としてはいろんな、まあ、実験状態で、やりますので、まあ、栄養状態とか、まあ、薬物投与、ストレスなんかでいろんなコンディションで調べられている。でこういったのが通常でいうと、あの普通に、自然言語で書かれていますので、非常にその表現が揺れていると。で検索するとどうしても取りこぼしが出ちゃうということ でこういったものをオントロジーというですね、まあ、辞書を使って、定義して整理していくということで、網羅的な検索というのを可能にします。でこういった整理をすることで、まず期待される効果としては標準化ですね、揺らぎのないフェノタイプの表現で検索漏れが防止される。それから統合化、複数のデータベースで表現を統一化するので、ワンストップショップ検索と呼んでるんですけど、まあ、一つの窓口から複数のデータベースをポンと検索して、結果を返すということが可能になっている。それから体系化、これもあとでちょっと具体例をお見せしますが、フェノタイプの類似性でこの1個だけを見せるんじゃなくて、これと似たもの、こういうものがありますというのをこう対応付けたり、まあ、あとマウスと、人の、遺伝、まあ、そう対応をつけたりということができるようになります。でそのためにはまずフェノタイプの語彙を標準化してい、く必要があるんですが、これはあの世界的な、連携をこういったあのメジャーなセンターと組みまして、このオントロジーの標準化のコンソーシアムを、中で、まあ、標準化をしていきました。でこういうことをしないと、まあ、ガラパゴス化してしまうので、こういった形で、まあ、世界的な培養細胞の情報統合というのを目指してまして、現在、まあ、あのこういったジャーナルに、オントロジーの、を提案して投稿しているという状態です。でこのように、まあ、語彙を表現を、まあ、標準化した後に、次にその組み合わせでどうやってフェノタイプを表現するか、まあ、それをスキーマと呼ぶんですが、これはまあ標準化してきます。このようにフェノタイプでは、何のどんな形質がどうなったと、例えばこの腸骨の長さが短くなったと、こういう形で、あの表現をしていくことで、例えばこの何のというところには、まあ、マウスのアナトミーのオントロジーを、まあ、使うと、それからどんな形質がどうなったというところは、こうペイトーと異常を表すオントロジーを使って、まあ、何のどんな形質がどうなったと、例えばあの何ので言えば、例えばあの骨に関するということをやれば骨の異常が出てくるわけですね。でどんな形質がまで絞りたければ、さらにここに条件を入れてやることで、絞り込んでいくことが可能になります。でこういったことが、まあ、できるようになることで、まあ、こういう統一を国際連携で、行ったことで可能になったこととしましては、こういった複雑な自由度の高い、情報に対しては揺らぎのない表現で検索も、例えばさっきの 腸骨の長軸方向の成長が阻害されるノックアウトマウスを探せみたいな、ちょっと複雑なクエリも、さっきのように表現して投げることができて、揺らぎを超えて検索することができるようになります。また複数のデータベースで表現を統一しますので、ワンストップショップ検索が実現していくということで、これは現在黒川グループや大波グループや DBCLS との連携で、統一化を進めております。またフェノタイプの類似性で比較体系が、これはまた後でご説明します、おすすめマウスという、類似度こんなのありますよとか、あるいはこうつながり検索、さっきちょっとちらっと見せた、そういうことが、まあ、実現できている。そしてまた国際的に連携していくことで、今あのジャクソン、ケンブリッジ大と国際的なデータベースの相互利用で、まあ、データを交換していくことで、国際的に統合していくということを進めております。このように、まあ、定義を決めまして、それに基づいてデータを統合していくということを、
進めます。でこの定義したスキーマに基づいて、いろんな生物種ですね、植物のシロイナズナとか、微生物とか、あとマウスとか細胞とかっていうものを、こういった表現型で何のどんな形質がどうなったという形で蓄積していくと。でこういうふうにスキーマを標準化することで、後でご示すしますおすすめ検索みたいのが統一してできるようになるんですが、この形でまずその分かりやすくどんどん蓄積していくということをします。でこう蓄積していくと、こういうそのフェノタイプに関するその RDF のこうつながりですね、このフェノタイプはこういうもので、これまあちょっとセマンティックウェーブと呼ばれるものなんですが、実際はこういうデータがあります。でこれはちょっと人間がすぐ見て分かりにくいので、これをまあ自動的に処理しまして、こういうそのちょっとAmazonのおすすめみたいな感じなんですけど、まずお探しのマウスがあるんだけど、それに類似したものとしてはこういうのがありますよというのは、類似の高い順に、こういう形で、ちょっとこの毛の色が変わっているものなんですが、こういったものはこういったものもありますから、こういったものを実験に使ったらどうですかみたいな形で出てくるようになります。こういう形で、研究者にこう新たな気づきを与えてくれると。こういう探すのはちょっと人間ではなかなか難しいんだけど、それはコンピューターが得意なところなので、こういう形で、推薦という形でバイオエッソースの付加価値が向上していくということが、さっきのオントロジー化標準化によってできるようになってきます。でこういったことをこういうやり方はいいよってことで、世界的にですね、これはちょっとアジアのマウスの、連合なんですけど、マサヤさん中心として、これ中国のグループと連携してアジアの、マウスリソースのデータベースの統合を目指しておりますし、あとは INTC といって、そのノックアウトの表現型のデータというのを、国際的に分業でどんどん蓄積していって、これをシェアしようというものなんですが、そこで私たちこう RDF でこんなふうに表現するといいよということを理研が主導で進めていると、こんなふうにデータを作って進めているという状況です。また植物についても、シロイナズナはこれからこの国際的な分業でデータベースを維持していこうということになっているんですが、理研はフェノタイプ、フェノームのところで分業するという形で、この国際的な AIP の連合に入っております。で、こういうふうに統合したものをこう解釈、次に解釈するというのは、データ利用者のデータを解析解釈するのに役立つように提供するということをします。で、この通常のデータベースの問題点を先にちょっと挙げておくんですが、よくこれ脳科学で出てくる例なんですが、このマイジョブイザジェイルというですね、こういったジョブとジェイルというちょっと結びつかないものがあって、データベースにこうアンドでこう入ってないとですね、検索普通にこうやると検索できない、ちょっとデータベースの検索の限界ってありますけど、こういった問題があるんですけども、これよく人間をこう眺めているとですね、何言いたいのかなってよく考えていると、実はその例えばジョブとジェイルで、ちょっと仕事をやってて拘束感があるのかなとかって人間は思いつくわけですよね。これは脳がですね、実は閉集合で考えるんじゃなくて、回集合でこうオープンエンデッドで、広げながら連想力でこうつながりを、例えば、ジョブとかけてジェイルとその心はみたいな、その謎かけみたいなことをやっていくわけですね。だから、脳はこういう枠を変えていろいろその実験の、ヒントになりそうなものを探すわけで、バイオリソース探したいとかですね、なんかヒントになる、なんかつながりはないから探すわけですね。だからさっきのワトソンみたいにこう正解があるものにスパッと答えるっていうのもあるんですが、研究者はこう正解がないものに対してこうなんかヒントを欲しいっていうところもありますの で、そういったものに答えられるような検索を作りたいなっていうのを、私たち目指してまして、でそういった時にそのリンクとデータで何らかんだでこうつながっているんだから、こうそういう形で解釈できるんじゃないかなと、そういう形でそのリンクとデータの利用を進めていこうということを、考えてました。でこれちょっとこれ10年ぐらい前にこれ考えてたものなんですが、例えばこう文献があってキーワードでこうヒットしたものがあって、でそのヒットしたものに対して、これを見るっていうことも当然必要なんですけど、これに関係する、遺伝子とか概念があって、でこれがある程度そのヒットしたものと関連してるんだったら、次にこう推論を進めて、で最後にこう、ドキュメント結論を出すみたいなですね、ちょっとこれ見てて脳のニューロン のつながりに似てるなとちょっと10年ぐらい前に考えてまして、でこう例えばキーワードなんか刺激があって、でこうニューロンがヒットするとこう発火して、でそれがある程度強いものであればまた次が発火してみたいな形でこうさーっと
でこういうような、まあ、推論ができるといいなと考えてて、まあ、そのあたりでちょっとリンクとデータに興味を持っていったという、ちょっとそういう感じで考えていったんですが、でこれがまあセマンティックウェブの、 標準的なスパークルというので、できるようにならないかなとずっと考えてやってたんですが、やっぱりパフォーマンスの問題でですね、これはスパークルでこう深いつながりを、しかもこれすごい数が、1800万かける10万かけるみたいなものは、結局無理だったので、これは私たちがその作ってきたエンジンを使うことになってるんですが、当然その、まあ、エンジンだけじゃなくて正確なつながりというのも作っていかなくてはいけなくて、でこのあたりはまあ、この文章に書かれているネームドエンティティです。例えばこう遺伝子の名前とかっていうのをちゃんと正確に、関連付けるような対応付けを、キュレーターの人がまあコツコツやっていくという作業を今回進めさせていただきました。でこういったまあ基礎的なデータに加えて、これをまあ瞬時に応答しないといけないので、どんなことをやってるかというと、キーワードで投げてヒットしたものがに書かれている遺伝子について、まあ、その遺伝子が書かれているか書かれていないかどうか、キーワード含むか含まないか、それから、データベースの種類ですね、メドラインとかオミムとか PPI とか、でこれでこう3次元の、キューブをですね、この遺伝子1個について瞬時にパッと計算するんですが、それをこう、まあ、遺伝子とか全てに動いて、だからこのキューブがまあ数十万件パーッと計算されて、まあ、次に行ってみたいなことを、やって、それを全てこう計算し終わるのに1秒で終わるという形の、まあまあ、システムをですね、以前に開発してこれと今日出願したものがあったんですが、それを、まあ、今回もまた用いて、実行するようにしました。でまあちょっとこんな形で、例えばキーワードで糖尿の糖 GWAS とかって入れると、それで GWAS で糖尿遺伝子とされている遺伝子の変異があるマウスのリソースがこう例えば出てくるとか、そういうものがこうパッと出てくるようになっています。でこれはちょっと名前としてはポジショナルメドライン、ポスメドというんですが、これは10年ぐらい前なんですけど、ENU ミュータジェネスというプロジェクトをやってまして、そこで、まあ、ENU でランダムに変異が入って、で大体その遺伝学的なこうか掛け合わせで大体この辺りと絞り込んで、で候補の遺伝子をこう絞り込むという、ポジショナルクローニング用のメドラインということで、そういうふうに遺伝子の領域や遺伝子の集合をセットして、キーワードでつながりをこうさーっと探すということをやってたんですが、これでは65件のマウスの、系統の遺伝子の探索に成功してまして、でこれを今回そのバイオリソースを探すとか、あるいはその NGS でこれから見つかってくるヒト細胞の変異がこうすごくたくさん見つかってくると思うんですけど、その中でこう意味ある解釈ができる遺伝子はどれかなみたいなのを探すということができるようなインターフェースを追加して、あとさまざまな他の先生方の課題のデータベースを入れて、実行できるようにしていったと。でこれを例えばどんな用途があるかといいますと、例えばこうNGS を使って、まあ、がん細胞、人の正常細胞とがん細胞で、まあ、比較して、変異が入っている遺伝子をこうリストアップして、でそれのリストをポンと入れて、なんかキーワードを入れるとこう解釈のつながりをピューッと探して、例えばこれはこんな関係で可能性があるんじゃないですかみたいな、まあがんみたいなのもかなり特定されていると思うんですけど、がん以外にこういろんなフェノタイプの、がありますので、そういったものをこうつなげて、解釈をしてくれるという形で、使えるんじゃないかなと思っております。でこういう形でポスメドでつながり検索をした多数のデータベースがパッと出てくるようになってまして、だいたい今月にユニークユーザーでいうとだいたい1万2000人ぐらいがここのシステムを使ってます。でマウスの遺伝子だったり、金谷先生のナップサックだったり、でこれドラッグまだちょっとスモールスケールで入れて、で今後の予定なんですけど、まあ、ケーブルのドラッグを入れていきたいなと、それから病気でいうと ICD-10 というですね、ちょっと病気のオントロジーのデータ、それからまあ研究者、さっきちょっとお見せしたこれ iPS 細胞って入れると山中先生が一番上に来てるんですが、こういった形で、まあ、研究者リソースも探せると、てかマウスリソースとか、まあ、人とか、こういった他の先生方の課題のものに対して私たちのこのフェノタイプ経由で、到達できるようにということができるのではないかと思っております。でこういった、まあ、フェノタイプの、
情報をですね、次に、まあ、共有するということで、これはあの、まあ、マウスリソースについてはですね、理研の BRC の、バイオリソースセンターが持っている5217件の、データが入ってまして、リソース情報とそれからそのフェノタイプ、さっきオントロジーでこうやって整理するということを示したような形のデータが入ってまして、でそれもさっきのつながりですね、 RDF でこんなふうにつながっていると、これクリックするともうちょっと拡大して見れるんですが、でそういったものがあのおすすめマウスというのが出てきまして、でこういったものを見ながらこう発注するとして、あのその、BRC のサイトに誘導すると、で他の、まあ、こういう体系的に、まあ、整理をされている形で、それぞれのデータセットについては RDF やテーブル形式でデータを一括ダウンロードできるようになっております。でまた細胞リソースについては、まあ、3676件で、例えばこう iPS 細胞と今後増加していくものについて、その、まあ、ドナー情報として、まあ、個人情報はもちろん抜くんですが、どんな疾患のものか、疾患特異的なこういう iPS がありますよというのを、まあ、出して、さっきのオントロジーの検査がスパンとできるようにする、でこういった培養細胞の条件とかっていうものも入って、さっき の, あのちょっと話したセルラインオントロジー、国際的な連携を通 じ, あの通じてグローバルな情報共有というのを進めていっているところです。またあの先端計測、あのもちろんそのリソースについていろんな情報が蓄積してくるわけですが、あのファントム5というですね、これは理研の林崎先生がやっているプロジェクトで、そのリソースに、細胞リソースについて、まあ、刑事分析というですね、データの蓄積がされていますので、そういったデータがありこのリソースについてはありますという形で統合するということを進めております。これはあのファントム5 の, あのデータは まだ論文が出てないので、これは公開してないんですが、今あのこういうものを作って公開予定になっております。またあの微生物なんですけども、これはあの先ほどあのご紹介あったように黒川先生のところがあのメインで進められてますので、こちらあの BRC で持っているまああの微生物の情報というのをまあ黒川先生のところのボキャブラリーに合わせるという形でまあデータの記述を進めています。でこれはあのこのプロジェクトの中での連携を進めている形になっております。また植物については、これもあの非常にその文献とかあの自然言語で書かれている、記述が多いので、これをまあデータベース、フェノタイプのデータベースも、何種類かあったものを、統一的に同じオントロジーで表現していくと、それから文献で報告されているもの、これも824件を集めてきて、統一的な、先ほどのスキーマで表現をして検索をできるようにすると、でこういったものをあのフェノームの連携として国際的な、アラビドプシスの、データベースの連携に提供していくということをしております。でまたこの基盤をですね、あのちょうどこのプロジェクト始まった時に、震災が起きまして、で各方面からその情報基盤を、いろいろ震災に提供してくださいということが来まして、でこれをあのとにかくそのライフサイエンスを超えていろんなところに提供するということを行いました。で日本の、まあ、オープンデータというのがあの今年になってすごく大ブレイクしてるんですけど、3年ぐらい前はあの非常に進まない状況で、こういったあの分野にもあの提供しまして、でいろんな各分野から、まあ、700を超えるデータセットが、まあ、私たち の, あの基盤から、提供されまして、でこういった活動、それからあの、まあ、オープンデータに限らず、合成ゲノミクス の, あのコンテストとかもやりまして、かなりその基盤を使って何かアプリケーションをこう募集するというコンテスト形式です。今だともうすごく当たり前で盛んにやられてるんですけど、あの2010年ぐらいに私たち始めた時はそんなにあのコンテストという手法はあんまメジャーじゃなかったんですが、こういったことを地道にやってきたことで、この最近3年間非常にあのいろんなところから賞をいただいたと。でこういったものをあの基盤の使い方っていうのをいろんな分野の人たちにこうセミナーで紹介しまして、まあ、それ最近なんかはですね、あの岐阜でオープンデータのこうハッカーさんがあったんですが、これ私たち全然知らなかったんですけど、私たちの基盤を使って、こういうハッカーさんをなんか開催したりとかっていうこともされるようになって、まあ、かなりそのオープンデータの分野ではあの私たちの基盤をほぼ皆さん知っているという状態になってきてると思います。で、まあ、こういう形でちょっとまとめと将来展望なんですが、フェノタイプのまあ膨大な文献というのを経由する形で、フェノタイプ、セマンティックウェブ、
を統合する、でこういうつながり検索できるようにすることでバイオリソースに蓄積するですね知識というのを高度に利用できるようになりました。オントロジー化して整理していくのもあるんですが、整理されてない、たくさんその自然言語で書いているものも経由して、リーチできるようになると。それから、バイオリソースに限らず、さまざまなリソースの他の先生方の成果に対してもフェノタイプという付加価値を与える統合ができるということが分かってきました。それから最近やっぱりその細胞リソースに対してのアクセスがすごい急増してまして、特にそのバイオ細胞のデータベースだけでも、私たちのシステム経由でユニークユーザーで月間2000人ぐらいが私たちのところを経由してバイオリソースのところに訪れるという形になっていますので、今後そういったところを拡張して強化していくということが重要ではないかなと思っております。以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。次は隣側のご発表に対して